ロフルミラストは、蛍光の選択的長時間型ホスホジエステラーゼ4、阻害薬の一つである。抗炎症作用を有し、COPD における肺の炎症を治療する。2010年6月、EU で慢性器官支援にかかる重症 COPD について承認され、2011年3月、米国で COPD 増悪の軽減について承認された。 日本では2017年8月現在未承認である。臨床使用の一番の目的は重症 COPD における急性増悪の予防である。1から10%の患者に発現する一般的な副作用は下記の通りである。2015年2月に報告された偽薬対象無作為化比較試験の結果、吸入ステロイドと長時間作動性 β 刺激薬を 使用している患者での中等症重症の COPD 増悪の年間発生回数は、ロフルミラスト群で0.805回、年、プラセボ群で0.927回、年であったが、有意差はつかなかった。しかし、負の二項モデルを用いて、両群の重症増悪の頻度を評価したところ、ロフルミラスト群の方が、 重症増悪が優位に少なく、増悪による入院についても優位差がついた。従来より懸念されている、デリの副作用は、ロフルミラスト群10%、ギ薬群4%であった。ありがとうございます。